小という字に来ますね。まず底辺、少し右上がり、この線の右寄りから縦を持ってきますね。で抜いたらこの下の部分を3等分して、ここまでティッシュぐらい、下3分の1から上3分の1あたりを狙ってすくい上げていきます。じゃあだいたい同じぐらいの位置からね、3分の1よりちょっと下です。この線の半分ぐらいのところかなに縦を持ってきますね。そしたらこの縦の線の半分よりも少し上からこの左の払いね。じゃあ同じ、位置ぐらいから同じ長さぐらいで持ってきます。ここにもここにもくっつかないようにして立ち気味に払ってきます。